はい、どうもこんにちは。源太郎チャンネルへようこそ。今日はコンビニのお菓子紹介2つ目やっていきたいと思います。今日はですね、前回に引き続きチキンラーメンの、紹介です。でもね、チキンラーメンのね、面白い商品があります。そう、コンビニにあるそのお菓子で、そう、そのままかじるチキンラーメンっていうのがあるんですよ。チキンラーメンっていうのね、お湯でね、普通にラーメンみたいにね、インスタントみたいにやるんですけど、これは、そのままかじれるというね、茹でないでくださいみたいに書いてますね。湯戻しして食べると美味しくありませんって書いてありますね。このひよこちゃんマークで、でかくひよこちゃんが書いてあります。で、これね、結構前に買ったんですけど、だからちょっと、ボロボロになっちゃったんですけどね、そこはご了承ください。はい。で、0秒チキン鍋でね、0秒。面白いですよね。本当に0秒なんでしょうか。いただきます。でも開ける時間でもう0秒過ぎちゃってるけどね。ほら、湯かけ禁止、美味しくないよって書いてるんですよね。カレー味だって。どんなのだろうね。ちょっとね、お皿に出してから見せるね。あ、これ綺麗に最後まで切らないと、ちゃんと出ないです、袋から。ハサミ使って開けた。いい香りする。すごい、カレーのいい香りがしますね。あ、これはいい香りだ。 OK です。うわ、すごいいい香りです。なんかもうこぼれんばかりのね、チキンラーメンカレー味、面白いですね。これがなんかベビースターみたいな感じで、まあ、このまま食べれるようになってるんですね。で、砕いて食べるかそのままかじる。あ、砕いて食べてもいいって書いてありますね。まあ、いいでしょうけど。もう砕けてあるんでね。面白いですね。で、あとは、いつでもどこでもバリバリ美味しいって書いてありますね。裏面。ちょっと文字が多いので写しませんが。はい。そういうことです。で、これは、なんか WFP の、国連のなんか、協賛なのかな？してんのかな。1食につき0.2円支援されるんだって。いただきます。もうこっちがっつりいっちゃうか。あ、なかなかうまい。 うまい、これ。あ、カレーとチキンラーメンって合うんだね。うまいぞこれ。次、チキンラーメンカレーっていうのを発売してもいいかもしれないぐらいうまい。これ、美味しいね。ね。カレーとね、チキンラーメンが合うんですよ。カレーの旨味と、チキンラーメンの旨味。朝カレーの味なんですよね、このカレーが。面白い。朝にカレー食べるとなんだか、なんだかさ、美味しいじゃないですか。いつも普通に食べるカレーよりさ、そんな感じがするんですよ。で、胡椒が結構効いてますし、あとソースの味、チキンラーメンの味もしますし、すごい美味しいですね。パリパリ。ベビースターの上位互換って感じです。もう、うまい。うまいね。じゃあ、この砕かれたやつも食べてみましょう。これね。ちょっと意地汚くなっちゃうけど。まあ、しょうがない。以前に砕かれたのは、まあ、こっちの方がなんか駄菓子っぽくなるね。美味しい。こっちうまいね。なんでだろうね。こっちよりね、こっちの方が全然うまいんだよね。美味しい。まあ、今日も、この説明だけでちょっと物足りなくなっちゃうのでね。これはすごい美味しかったんですけどね。ほら、そのままかじるよって面白いですよね。
200いくらで買いましたけど、日清食品。これは日清シスコじゃないんだね。この前はコーンフレークだったから日清シスコ株式会社だったけど、今回は日清食品株式会社ということになっております。はい。で、なんだろうな、日清ってさ、CM が面白いよね。いろいろ、なんか、あれも日清だった気がする。終わったわの CM。風が吹いて進めないの。あれも日清だった気がしますね。で、これが何話そうかな。僕ね、YouTube は、毎日上げてるんですけど、やっぱり毎日上げるのにはね、結構ね、気持ちの面でもね、準備が必要でね。今日もね、お風呂入ってから、すっきりしてから入りましたね。やっぱりその方がいいんだな。なんか髪とかもすっきりして、綺麗になってると思います。はい。あとは何だろう、今日の授業はね、2時間あったんですよ。ミクロ経済と。あと何だっけ。ミクロ経済と、あと1時間目に情報管理っていうのがあって、情報管理は楽勝なんですよ。僕結構パソコン系得意だからね。編集もやってるぐらいだから。でもミクロ経済っていうのがね、難しくてね、ちょっと単位取れるかもわかんないぐらいだけど頑張っていこうと思ってるんですけどね。これがオンラインなんですよ。動画見るだけ。だからちょっと倍速しちゃったりもするんだけどさ。でも自分で手を動かしてやんないことには覚えないんでね。覚えないというか理解ができないんでね。それ頑張んなきゃなって思ってます。あとね、ゼミでちょっと今日集まりがあってね、プレゼンをするんですよ。12月のね、中旬ぐらいに。で、そのプレゼンをするから、それでみんなで集まって作っていくんですけどね。まあパワーポイントってあるじゃないですか。プレゼンをするときにね、そういうソフトがあるんですよ。ソフトといっても、パソコンのね、機能であるんですけど、それのパワーポイントじゃみんなで共有してね、同じものを作ることができないので、Google スライドで一回作ってからパワーポイントに持っていこうっていうね、そういうことをね、やるみたいな。まあ、そんな感じでね、結構ね、他学園の授業はね、そう、ゼミがあっても、ゼミ結構、僕のね、農業経済学のゼミ、結構真面目にやるからさ、授業外でも、みんなで集まって、作ったりとか、そういうのもやらないとね、なんていうの?遅れちゃうというか、そういう感じですね。今日ちょっと雑談も長くなりましたが、はい。今日はね、こちらの商品紹介しました。0秒チキンラーメン。結構ね、0秒だと思ったらね、まあ開封するのにね、30秒ぐらいかかりましてね、お皿に盛るのにもね、また15秒ぐらいかかりましてね、まあ食べ始めるものまでにも15秒かかって、結局1分ぐらいかかりましたよ。60秒に改めた方がいいと思います。はい、ということでチャンネル登録、高評価、共有のほどよろしくお願いします。ということで、以上。